1>, 1月21日1931年の今日は女優久賀義子さんがご生誕された日です1989年ゴジラ vs ビオランテにて内閣官房長官大和田恵子役を演じました完成した抗核エネルギーバクテリアを明日14時までに当方に渡すことを要求する要求が入れられない場合我々は三原山を爆破し ゴジラを復活させる実は皇族から分家した家系の家柄に生まれておりお嬢様として過ごしてきた久我さんは第1回東方ニューフェイスオーディションに合格三船敏郎さんらと共に役者人生をスタートさせました1989年当時は実際の政治の世界でも女性初の官房長官が誕生しており ゴジラ世界が現実の世界ともシンクロしたと話題になりました。